ケンドラ・モイルはアメリカ合衆国ミシガン州チェルシー出身の女性フィギュアスケート選手2006年世界ジュニア選手権に、パートナーはスティーブン・ポッテンジャーアンディ・サイツミシガン州のチェルシーに生まれ4歳の時にスケートを始めたリードミニーとのペアを経て2005年にアンディ・サイツとペアを結成して2005から2006年シーズンから ISU ジュニアグランプリに参戦した。JGP ソフィア杯で2位、JGPSBC 杯で優勝するなど早くから頭角を表し、2006年全米選手権ではジュニアクラスで優勝を果たす。初出場の世界ジュニア選手権では2位となった。2006から2007年シーズンにはシニアクラスの ISU グランプリシリーズにも参戦を果たした。 2007年全米選手権にはシニアクラスで出場し6位、2度目の出場となった2007年世界ジュニア選手権では6位入賞に止まった。シーズン終了後にアンディー・サイツとのペアを解消し、新たにスティーブン・ポッテンジャーとペアを結成した。新たなペアで臨んだ2008年全米選手権では最下位の15位に終わった。ありがとうございます。